皆さんこんにちは。今日はこの豆腐でマロンプリンを紹介したいと思います。クリーミーな栗風味の滑らかスイーツ豆腐です。おかずじゃなくてスイーツのお豆腐です。卵、乳製品、不使用、小分け2パック入りです。これはね、北海道の江別市の押切食品で作られているものです。で、前にも食べてね、私は結構甘くて美味しかったので皆さんに紹介したいと思います。他にはね、このホワイトパックがね、2つくっついて入っています。で、開けるとこのような感じになります。わかりますか？本当にプリンみたいでプルプルです。ちょっと黄色っぽい感じです。本当にプリンみたいです。プルプルです。よく噛むと後からお豆腐が出てくるんですけれども、甘さ控えめで本当に美味しいです。なんか黒蜜とかがあればそういったのをかけるともっと甘くなってね、美味しいかもしれないですけど、私は結構このまま食べるのが好きです。美味しいので、もしお店で見かけたら食べてみてください。今日は北海道の江別市押切食品で作られている豆腐でマロンプリンを紹介しました。ぜひこのパッケージを見かけたら食べてみてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。